コマロフ文化。北方には都市地熱文化の西部群と東部群がある。コマロフ文化はドニエストル川中流域に紀元前1500年から紀元前1200年にかけて存在した青銅器時代文化。20個余りのそれぞれ1部屋からなる家屋が集まった存落跡が発掘されているが、その他の住居跡はあまり見つかっていない。主な遺跡は墓地。土で、 木材や石材で蓋がしてあり、それを覆って、クルガン墳墓が築かれている。しかし、平らな仮葬墓も見つかっている。ストーンサークルがあるほか、壺などといった土器の丸いテーブや、クルガン墳墓のテーブなどといったものには太陽を模したと思われる衣装が施されており、これは太陽信仰があったことを示唆している。埋葬の形態、夜勤の技術、斧の形状、 土器の特徴などから、コマロフ文化は、前の時代のナーメ分土器文化の水平分布域のうち、このあたりの地方文化から発展したものと推定される。さらにこれらの異物の特徴から、同時代の都市地ツ文化と深く関わっている。このため一般的に、コマロフ文化は、都市地ツ文化とともに、都市地ツコマロフ文化複合の一部とみなされる。この文化複合のうち、コマロフ文化は、 プロトスラブ人あるいはトラキア人の集団としての発展段階の一つであろうと考えられている。この文化複合の伝統はこの後の時代に続くチェルノレス文化に受け継がれている。ありがとうございます。